どうも、ジッペフェムナビゲーター作曲家の西岡大輝です。あれだね、どうもフリーでナビゲーターと作曲家そう、フリーで作曲家とナビゲーターやってる西岡大輝です。そうなんですよ。あれ、この話ね、前回したっけ。そうなんです。この3月いっぱいで、事務所独立しましてっていう話を、ラジオ本編の方でこの間したんですけど、そうなんです。ちょっとポッドキャストの方でも改めて、春からね、ちょっと独立しまして、ちょっと個人でいろいろやっていこうという、そんな、新しい門出を迎えている西岡大輝がお届けしております。さあ、こちらのポッドキャスト、名古屋は ZIPFM 毎週土曜日曜朝6時から放送中の番組ビッグヤップがお届けするポッドキャストプログラム、ビッグヤップコライトでございます。さあ、ここ2ヶ月間ぐらいですかね、ずっとやっておりました番組のオリジナルジングルを作ろうっていうねオリジナルジングルを作ろうっていうプロジェクトを進めておりまして、皆さんからいろんな生活の身の回りの音を送ってもらって、それを僕がサンプリングして、番組の新しいジングルを作ろうという企画、ついにジングルが完成いたしまして、4月13日14日のラジオ本編の放送の方で完成したジングルの発表会みたいなのをね、やりましたので、今日はちょっとまずこちらでも、その様子を聞いていただこうかなと思っております。どんなジングルが出来上がったんでしょうか、お聞きください。素敵なジングル、今回2曲できました。なので今日と明日1曲ずつ、発表していこうかなと思います。で、今回はなんかただただいい感じのジングルを作るというより、なんかコンセプトとかがあるといいなと思って、初めて、今までジングル今って何曲あるんだっけ、もともと7曲ぐらいあるっけ。そうですよね、は特にそのタイトルとかついてなかったんですけど、今回タイトル2曲ともつけました。今日発表する曲のジングルのタイトル、言う通りというタイトルです。今回の2曲はなんか場所とか、だからそれこそね、この2年目からは有楽町と名古屋のスタジオをつないで、皆さんのもとに、お届けしますみたいなスタイルになったりとか、そういうのも踏まえてですね、場所だったりこう時間みたいなものを、ざっくりとしたテーマにしてちょっと、作りました。じゃあまずちょっと出来上がったジングル早速聞いていただきましょう。新しいジングル、言う通り。いつか大通りから届ける、いつか大通りみたくドームメロディー、やっと聞くこと死んでもやめんじゃねえぞい。ひさや大通りから届ける、いつか大通りみたくドーム埋めるというちょっと大風呂敷を広げて、で死んでもやめんじゃねえぞっていうのは、まあ説明するのは野暮かな。大通りのオーナーと日本の聞いてる人はわかるかもしれないで、これじゃあ、実際どんな音が使われているかっていうのをね、ちょっと一個一個解剖して聞いていこうかなと思います。ちょっとじゃあこっちの手元のサンプラーで一個一個出していきますね。まずはヒースさんのバスケの音ですね。はい、このバスケの、なんていうんですか、ドリブルの音ですね。さあ続いて、チャーちゃんの豆を叩く音。この豆を叩く音ってさ、どういう状況か、いまだによく分かんないんだけど、なんです、豆を叩いてなんかあれしてんのか。で続いて、美しい寿司のね、ポップコーンを家で作ったっていうね時の音ですね。はいはい、このね小気味のいい感じので、続いてが、知らねえよ淳さん、自転車の空気入れの音。僕これいい音だなと思ってて、なんか空気入れって言われないと分かんないけど、なんかこの音でその物の形状とか構造みたいなものがなんとなくこう想像できるというか、それが見えてくる感じがいい音だなと思って。続いて野中さんの洗濯機の音。
はい、このすごく生活感あふれるやつね。これ野中さんは洗濯機シリーズで3つぐらい送ってくれて、この洗濯始めてからあの洗濯が終わるまでのね音を送ってくれたんですけど、それの多分これ一番最初のやつかな。で続いて伊勢市アイスさんの、芋けんぴを息子さんかなが食べてる時の音。そこのなんかさ、芋けんぴをかじってる音も気持ちいいんだけど、僕がいいなと思うのはこの、もう一回流すね、この鼻の感じね。ふがふがどうしてもちっちゃいことになっちゃうんだよなっていう、それの感じがすごくいいなと思って。そうで続いて、花中島まさるさん、そうこれ5歳のお兄ちゃんが2歳の弟に救急車って弟が言えなくて教えてるっていう。救急車だ、たじゃない、たじゃないよ。そう、お兄ちゃんはたじゃないことを直したいんだけど、その前にまず9が多いだろうっていうね。そうです。こんな感じでね、ちょっと、皆さんからの音を送ってもらって、今回今発表した音がの中に全部この音が入ってます。じゃあどういう風に使われているかっていうのをちょっと具体的にですね、一個ずつ重ねていきたいと思います。まずヒースさんのバスケの音がいわゆるキックドラムの音になってますね。こんな感じです。ちょっと低音足してるんですけど、この、バスケのドリブルの音が、ちょっとキック、そこにですねチャーちゃんの豆を叩く音がスネアドラムみたいな感じで入ってきます。これなんかみんな一個一個想像してくださいね。このバスケットボールが跳ねるのと豆が叩かれるのの映像を想像しながらどんどん重ねていきましょう。ここに美しい寿司のポップコーンの音が、結構ちょっとランダムな感じで入れました。お、ちょっと待ってね、 PC がね固まっちゃった。もう一回ポップコーンの音からいきますね。ポップコーンの音入れます。はい、これポップコーンの弾ける音がちょっと結構ランダムな感じで入ってきます。でここに、さっきの自転車の空気入れの知らねえ厚さの音がちょっとどんどんグルーブが入ってきます。これでねちょっとグルーブが生まれていきますね。でここに野中さんの洗濯機の音も入って、さらにはいはい、でここにですね、今まで紹介した音は結構分解してこうリズムっぽく組み立ててるんですけど、伊勢市の愛さんの息子さんが芋けんぴ食べてる音はもうすごくいいから、もうそのまま流れてます。この埋もれてるけどこの鼻のふがふがを感じてほしい。でここに、さっきの花中島まさるさんのねこのキューキューターのやつがねちょっと入ってきます。はいはい、いいですね。じゃあここにちょっと、ベース足しましょうか。じゃあ鍵盤足しますね。はい、ここでOKが完成したので、ここにボーカルが乗って完成です。死んでもやめんじゃねえぞい。はい、こんな感じでございます。結構音を使ったんじゃないかな。 1,2,3,4,5,6,7 はいはい、あれはね、あれだね、ポップコーンとか芋けんぴとか今回全体的に食べ物系が多くて、そうそうそう、こんな感じで新しいジングル、言う通りというジングル出来上がりました。これからまた番組でね使っていきますので、ぜひぜひ、そちらもお楽しみにしてください。今回はちょっと ジングルにタイトルをつけようってことで、距離感というタイトルのジングルにしました。ちょっと聞いていただきましょう。しくどうぞ、調子はどうよ、そう風今週
距離感というタイトルのジングルでございます。いかがでしょう。またね、昨日の感じとはまた、違った方向性で作ってみました。今回のこっちの距離感というタイトルのジングルの方は、昨日のやつに比べて音素材はもう本当にそのままみんなからもらったやつをただただ重ねていってるっていう形になるんですけど、ちょっとじゃあ先に、その皆さんのどんな音が今回の曲で採用されたか、ちょっと音をね、音素材からまず聞いていこうかな。じゃあ音出しますね。まずね、ラジオネームリツさんの新聞をめくろうと、はいはい、朝のね風景という感じで。さあ続いてホイミンさんのお湯の音、お湯のこれポットに、ポットか注ぐ音かな。さあ続いて花中島まさるさんのこれみかんの皮をこのなんていうの、こすって、はいはい、はい。さあ続いてラジオネームそんなもんかさゆりさんの卵パック、卵のパックを潰そうと、はい。そしてラストまたまたホイミンさんのあられの音、そうか、これはだからきっと2月ぐらいに送ってくれたやつかな。ちょっとね季節感がその辺りのものになりますけど、はい。今回使われているのはこの5つなんですけど、なんかいずれもすごくこの生活感がある音で、で来週から復活するあなたの音とかもそうなんですけど、このコーナーとかこの番組の面白い、僕がいいなと思っているところは、ラジオをハブにしていろんな人たちの生活の音がここに集まってきて、それをみんなで共有するっていうのが面白いなと思っていて、なんかそれをただただ重ねるっていうここにのもいいかなと思って、しかも結構一個一個がすごく静かな朝の感じがあって、それがなんで昨日のジングルみたいに分解してリズムにするというよりか、本当に素材そのままで使っ、音として使いました。一応じゃあちょっと曲としてもやっぱりちょっと流そうかな。まずじゃあ、新聞の音、リツさんのやつね。ここにホイミンさんのお湯を注ぐ音、でさらに花中島まさるさんのみかんの皮をこする音が入ってきます。なんかすごくこういろんな生活がこうレイヤーされていくのがすごく心地がいいなと思って、でホイミンさんのあられの音が入ってきて、最後に、そんなもんかさゆりさん卵パック潰そうと、あこれまた出なかったね。ちょっとね PC が昨日から調子おかしくて、あもう一回ちょっと、こうやってなんかすごくそれぞれみんな違う場所で生活してるんだけど、それが重なっているっていう感じがすごくいいかなと思って、ここにオルガンが入って
て、で、そうですね、こんな感じで重なっていってボーカルが最後乗って完成ですね。よろしくどうぞ、調子はどうぞ、そうかせこんしょ、目はゆかくしょ、どこにいても誰といても土日の朝は はい、こんな感じでございます。はい、というわけでジングル新しく2つできました。いかがでしょうかね。僕は結構気に入っております。タイトルとかもね、つけたみたいな話を本編でもしましたけど、こんな感じでジングル皆様のおかげで新しいのできました。ぜひぜひジングルの感想なんかもお寄せいただけると嬉しいです。ポッドキャストの方でもね紹介しようと思いますので送ってください。さあ、そして、ジングル完成しまして、次回からはですね、ラジオ本編の方と合わせまして、あなたの音という以前ポッドキャストでも配信していたので聞いたことある方はもういらっしゃるかなと思うんですけど、あなたの音というコーナーが再始動でございます。リスナーの皆さんから日常の音を録音して番組まで送っていただきまして、それをみんなで聞いてですね、その音を介して、リスナーそれぞれの生活をただ感じるという大人のたしなみコーナーでございます。現在募集中の音は朝6時の音、夕方5時の音、そしてお昼12時の音、その3つです。それぞれね、いろんなその年齢だったり職業、それぞれの生活が違えば同じ時間でもね、いろんなグラデーションがあって、面白いかなと思いますので、どんどん送ってください。送り先言っておきましょう。bigyup@zip-fm.co.jp bigyup@zip-fm.co.jp こちらまで送ってください。音に関する情報ね、こういうとこで撮りましたとか送ってください。で、ステッカー送るんで、ぜひぜひ住所と電話番号と本名も書いていただければなと思います。さあ、というわけで、ジングル無事完成しまして、ほっとしておりますが、またね来週から、あなたの音を新しくというか再始動しますのでお願いいたします。ぜひねラジオ本編も聞いてください。毎週土曜日曜朝6時から ZIPFM にてビッグアップという音楽番組やっております。さあ、というわけで、フリーランスの西岡だけがお届けしました、ポッドキャストビッグアップコライト、また来週お会いいたしましょう。